田選手にありがとうございますもしかしたらナスのスキルが目立つ今のわけだからいや、すごいこれはね、勝負にしないと多かった人が、はい、罰ゲーム、はい、罰ゲーム チャンピオンチームでも人間なんですよ次はドリブルの対決になるようです。じゃあちょっと今からドリブルをちょっと教えてもらうのと、まあ、ハウツー的なのとせっかくなんでフロンターレの選手と勝負させていただきたいので、まあ、ちょっとドリブルタイムアタック的な感じでちょっとねやらせていただきたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは那須さんをご存知ですか？もちろん、はい、もちろんです。よかった質問ありがとうございます。昔選手だったんです現 YouTuber ですマーカーとかせっかく置いてあるんで、はい、この練習の中でどういうことを意識してたりとか教えてもらいたいんですけど、うん、この中でドリブル得意な選手誰とかお手本を聞いてもらいたい。ドリブラーって言ったら、いや、シン君じゃないですか、やっぱ最近はふざけんないただけましたふざけんないただけました。強いてなら伊坂ですね。いや、いやそんなでもないですけど意識してること、うん、顔を上げることとかですかね。うん、タッチ的にはどういうの、なんかタッチは細かくですかね。うん、ちょっと実際にちょっといいですか、お願いしま す, お願いしますどういうのを意識しながらやってるのかっていう、はい、顔を上げて自分で上手、まあ、こんな感じですかね。その時になんかタッチとか、 なんかその自分のドリブルに生かしてることってあります？その実践に、やっぱ顔上げてやることでドリブルした時パッてパワーがあるようにしてる。それも状況判断。そうです。逆に顔上げてないと怒られたりします？怒られるっていうか、やっぱり出せるタイミングで出さないとやっぱり味方とも合わないっていうのはあります。じゃあ自分がいつも相手がいいタイミングで出せるように顔を上げてる。そうです。車です、左利きじゃないですか。はい、ちょっと左利きの、あのちょっとドリブラーっていうことではないかもしれないですけど、はい、まあ、その意識してることとか。してる、はい、はい、違いがね。シューラーは使ってないですね。こんな感じですね。これで、はい、左利きじゃないですか、はい、左だけとかじゃなくて両足使うようにはしてないですか？あ、そうですね、僕はそういうふうにしてて、うん、あまりこう体からボールを離さないように、うん、常にこうボールが扱えるようには意識はします、ね、なるほど。体から離さないと。それでも大事ですね。めちゃめちゃ大事ですね。結構あの、はい、トルマー選手はビルドアップの時に、はい、いいタイミングでボール出てくるんですけど、それやっぱりこう体の近くに置いて、うん、前の選手が欲しいタイミングで出すのを意識してるんですか？まあ、そうですね、まあ、ドリブル運びながらも、まあ、常に蹴れるところっていうのは意識はします。実際どう選手がボール受ける場面あると思うんですけど、受けやすいタイプも、めっちゃ受けやすい。こう出した時に来るんで、はい、めっちゃ受けやすいです。今のはリアルな声だと思う、うん、本当に。でもそれは多分意識してるところが出てるんですか？うん、そうですね。ちょっと安藤選手のドリブルもちょっと見てみたいんですけど。見たいとかじゃなくて。見たいっすね。これ重要あるんですか？いや、僕の中のコツがあって、インサイドで押し出す、アウトサイドでやる、これがサッカーにもの本に書いてあったから。機会がないんで全然できないだから小笠木行きましょう。じゃあちょっとせっかくなんで、このマーカーでタイムアタック、はい、はい、ちょっと勝負したいね。うん、はい、誰が一番速いか順番に那須さんは挑戦していけばいいんですか？はい、相手を選んで最初はフリースタイルで。フリースタイル、はい、フリースタイルで最初はフリースタイルで。なるほど、フリーでいいんですか？でも那須君はちょっとハンデがボランチなんで、ドリブラーじゃないんで、はい、5人でやって2勝したら、あ、僕いいんですね、勝ち。おお、それいい、それいい、それいい。じゃあ行きます、よーい、スタート。やばい、完全に今日の
思ったより早かったですね。そう。なんだ。コズやばいよ。これコズ慌てるやつよ。やらさ早い。やれ！やっちまった！やだやだ。確定ね。やっちまった！マジないで。よしよしよし。確定ね。ナイス。確定。ないで。確定。帰りました。さあ。用意。スタート。いやじゃ。頑張って。ああ、でかい。いけるぞ。あれいけるぞ。あ、ちょっと。アンド君が勝っちゃう。はい、行け行け。ちょっと待って。アンド君、押せ押せ押せ。アンド君、押せ押せ押せ。ガチガチガチ。来てるよ。アンちゃん来てる。アンちゃん来てるよ。アンちゃん来てるよ。アンド君。アンちゃん来てるよ。アンちゃん来てるよ。アンちゃん来てるって。来てるよ、アンちゃん。人間にプレッシャーかけたら弱りますよ。ちょっと遅すぎないですか、さすがに。声が悪い、声が。生き物で人間だけだから、そういうプレッシャーに弱いのは。動物はもう関係ないから。人間にはそういう声はかけちゃいけない。いや、よかった。ね、あと引っかかったら、そう、あと引っかかったら勝ちですよ。アドバイス1個だけしていいですか、はい、慌てちゃった。次勝ったら、那須さんの勝ちなんで。はい、そういう意味で車屋さんにプレッシャーかけて人間だから人間だから無理じゃなくて2周ですよ、2周。じゃあ行きまーす、ゴー。うまい、うまい、すごい、早っ。ゆっくりでもう、うん、めちゃくちゃうまいじゃないですか。おー、うまい、シンガどうすか。シンガは体が入ってた、シンガセーフセーフセーフ。車屋選手も慌てたらミスが残るんですよ。今惜しかったっすよ。惜しかった、今本当惜しかったっすよ。これは石川選手にはプレッシャーかかりますね。そうです。那須さんはさっき言った通り的確に的確に相手に先行かれても刻んでいってください。刻んでいきます。はい、オッケー。じゃあこの試合勝った方がゲームの勝ちということになります。おいい展開だ。いい展開だよ。よい。スタート。やばい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 。ええ。ナスミスから、ナスミスから。本当に？ええ？ああ！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 やったぜ。やったぜ。やったぜ。やりました。いや、そんなつもりじゃなかった。そんなつもりじゃなかった。そうだよね。俺は最初の方がなかった。ミスんだから。やっぱり一人でずっとやってたから、最後ミスんだ。だんだん上手くなってた。そうですね。で、やっぱり安藤選手が言った。人間だからっていうのは逆に人間感が出たおかげでプレッシャーがたもうどうなっちゃって見たらめっちゃ早いんだ。ちょっと前出られてますもんね。左に最初のところでも好きでした。はい、そうなんですね。いかがですか、那須さん。はい、いやもうめっちゃ嬉しいです。やったねー。あ、すみません、フロンターレファンのみんなやったねー。これでプレゼントは全員グッズ一人ずつもらえる。そうですね。はい、皆さんすいません、すいません、はい、もちろんもちろん、もちろん負けたから、負けたのね。ごめんごめん。あの敗因は安藤選手なんですかね。やっぱプレッシャーっすかね。ちゃんちゃんプレッシャー負けっすね。キーパーですからなんでここにいるかもまだ分かってない。小塚選手いかがでしょう、今日ちょっとやってみて、那須さんのプレー見て。いや、やっぱ最後になるにつれてタッチが柔らかくなったり、無駄なタッチがなかったので、はい、うまかったです。あ、もう進化する人間なんで。はい、進化する40歳、ね、40歳、進化する40歳。那須さんやってみて今回いかがでしたか。まずはこうやってこうご縁を持たせていただけるのがすごい楽しかったですし、はい、なかなかやっぱこういう部分練習って映ることがないっていうか、はい、選手のタッチ一人にしても全然違うので、うん、でかつ人間だなっていうのがフロンターレの選手も一
人なんだなっていう、プレッシャーかかったらミスだね、そういうの起こり得るっていうので、うん、まあそこら辺もね動画で、まあ、編集しますけどね編集しますけど最後じゃあ中西さんから、はい、サポタの皆さんにメッセージをお願いします。本当にあの長い間見ていただいた方ありがとうございました。ちょっと選手が普段見せない姿を今日見せてくれて、まあもちろんね選手たち技術もあるしプレーも素晴らしいんですけども、今回本当那須さんにご協力いただいて、はいはい、フロンターレの練習をこう一緒にやったりとかイベントも一緒にやらせていただいて、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。那須さんも最後フロンターレサポーターの皆さんに、はい、真ん中のちょっと待ってください。那須さん、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア那須さん、ハッピーバースデートゥーユー。なんかあんすか、おめでとうございます。なんすか、今は地元川崎のナスでした。ナスめちゃ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 ありますめちゃめちゃあります。 J セルサさんからの、あ、なるほど、ありがとうございます。プレゼントです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。40歳の節目の誕生日ということで、40歳の抱負はありますか。抱負ですか、はい、いやいや、もうさらにもう熱量を上げてやっぱサッカーの魅力を、はい、伝えていきたいので、こうやってね、ナスをたくさんいただいたので思いをいっぱいいただきましたから大阪まで持って帰ってください。いただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後サポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします、はい、まあ、今回本当ありがたいご縁で、川崎フロンターレさんとそのコラボさせていただくということで貴重な場をいただきました。で、あの選手のこういう素顔だったりもそうなんですが、よりあのサポーターの皆さんがあの応援していただけると選手が輝けると思いますし、皆様の応援がね、もうこの選手たち一人一人の背中の後押しになりますので、これからも熱いね声援をぜひぜひ、これから日本をね背負っていく選手たちだと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたしますということで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。那須さんの YouTube チャンネルも皆さんぜひご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。実際にちょっと那須さんと対戦されてみていかがでしたか。全員選手いや、やっぱ、はい、パスやられてる時からうまいなと思ってたんですけど、やっぱ普通にドリブルとか速くて、もっと練習しなきゃなって思って。いや、本当僕も YouTube で那須さんとか見ることがあったので、はい、こうやって直接対決ができることが本当に嬉しく思ってます。ありがとうございました。もう一度。僕も、はい、あの普段から見させてもらってるんで、もう一回対決できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、貴重な、お時間いただいて本当にありがとうございます。本当に僕もまた対決できるようにもっともっとレベルアップして、ね、頑張りたいです。ありがとうございます。僕もやっぱ普段那須さんの YouTube 見てるんで僕のあの母校の方にも行っていただいて、あ、大津高校の、はい、毎回見てるんでチャンネルが出れて、すごく嬉しいです、はい。本当にいつも YouTube 見てます。そんな那須さんとご一緒できてすごい短い時間でしたけど、すごい楽しかったです。ありがとうございました。今トップを走られてるということで、皆さん本当ねご活躍されてるんですが、 SNS もやられてる選手もいますので、概要欄の方に貼らせていただきますので、皆さんぜひねチェックしていただいて応援していただけたらもっともっと輝くと思いますので、ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。